皆さんこんにちは。経済の真相、実は身近な経済を今日も深掘りしてまいります。スタジオで解説してくださるのはデモクラシータイムズの山田敦史です。よろしくお願いします。リモートで編集長。はい、こんにちは、エコノミスト編集部の岩崎です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。いや、言ってもしょうがないんですけど暑いですね。いや、暑い、だから暑いだけじゃなくてね、災害が来るでしょ、で、なんか世界見ると山火事が起きてるとかね。ああ、ね、そうですね。もう一体どうなってんだという感じがしますよね。本当ですよね、まあ、なんだかんだやっぱり温暖化とかいうのは間違いないんでしょうね、そうですね、あのなんか子供の頃って夏休みって楽しいものだったんですけどなんか夏って懲罰的 なんか感じがして、なんかうまくどうにかならないかなと思いますよね。だってこの頃ね、危険な暑さっていう、危険な暑さだからなんか表出ちゃいけないとかやっちゃいけないとかって、そういう話ばっかですよね。長い間運動しちゃいけません、夏休み遊びに行っちゃいけませんみたいな感じになってますけど、だって夏はさ、暑いからプール行くと、プール入っちゃいけませんってね。あ、そういうプールもダメなんですか。プールもなんかあの、なんとか指数がこう超えたら閉めなきゃいけないとかね。これなんかに利用できないんですかね。そうですよ、だからつくづく思うんだけども、こんだけ暑いでしょ、それで海流が変わってますよね、台風が来るでしょ、莫大なエネルギーがなんか地球の中でこう無駄に動いてる感じがしますよね。あれの一部でもこうやってね、取り組んで生活にこう使えるようなエネルギー、まあ今太陽発電とかさ、潮流発電とか、もうちょっと知恵の出し方、あのエネルギーを取り込む、それだけの知恵をね、人類そこにもう戦争なんかしないで、一番大事なところにはね、そこの研究にやっぱり注ぐべきだとか思いますよね。本当ですね。この暑さもエネルギーだと思うと、またちょっと違う意味があるかもしれません。それでは今日も特集ご覧ください。それでは今日の特集です。では編集長、今日のテーマを教えてください。はい、こんにちは、岩崎です。この号はですね、 GX150 兆円、脱炭素で日本が変わるということで、あの GX って耳慣れない言葉なんですけども、まあ、温暖化が進む中で脱炭素を目指そうという動きが起きているということをちょっとまとめております。今なぜこれを取り上げる何かきっかけとかはあるんですか。そうですね、政府がですね、まあ、いろんな計画をまとめてまして、まあ、総額150兆円に上る官民の投資が見込まれるというのが最近出ましたんで、じゃあそれは一体どういうことなんだということをちょっと解きほぐしてみようかということですね。はい、中身一体どんなものがあるのか見てみたいですね。GX というのはグリーントランスフォーメーションってやつですよね。グリーン、そうですね、はい、グリーンっていうのは結局なんですか、その温暖化、要するに脱炭素という意味でグリーンということですか。まあ、ざっくり言うとそういうことになりますね。トランスフォーメーションというのは移行ということですよね。なんか変身、変化すると言いますか、はい。その辺、今日は、伺っていきますのは、編集部の桐山さんです。よろしくお願いします。お願いします。今回は GX を見ていくわけですけど、GX、グリーントランスフォーメーション、そもそも何ですかっていうところから教えてください。はい、グリーントランスフォーメーション、まあ、もう最近よく GX という言葉が、かなり使われ始められるようになって、まあ、この先覚えておいても損はないキーワードかなというふうに思います。GX はですね、その脱炭素社会への転換を、意味する言葉でですね、経済の構造、産業の構造とかですね、そこで、使われる、そのエネルギーだとか、そういったものをもろもろ、低炭素、脱炭素の方へ、転換していこうという、社会とか経済の大きな流れ、転換することを意味すると考えていきます。はい。その脱炭素もろもろっておっしゃいましたけど、そのもろもろがなんかいっぱいあるんですよね。はい。今政府が取り組んでるのがですね、
この脱炭素に向けた、まあ、産業構造の変革ですね、まあ、まだ、脱炭素の技術で、実用化に至ってないものも、まあ、数多くあるんですけれども、まあ、そういったところに積極的に投資をしてですね、その産業として、この先その成り立つようにしていこうというような動きを起こしているというところですね。GX っていうとね、なんか非常に抽象的に聞こえるんだけども、具体的に言うと水素社会ですか、それとあと脱、エンジンでもって、それでバッテリーでもっていろいろ電気ね、電気でいろんなことを走らすという、そういうところが軸になっていくんですが、もちろんいろいろ住宅だとか、それこそその太陽光発電とかよくすぐ思いつきますよ ね、 ね、うん、はい、もうまさにまあ、そう考えていいのかなと思います。まあ、本当に、まあ、人間はですね、その経済活動する中で、いろんな局面で、その二酸化炭素を排出してますけれども、例えばエネルギーをまあ、採掘したりとかですね、する場面とか、化石燃料なんか、天気的にそうですけれども、でそれをこう、物を作るために使用したりとかですね、また物を消費したりとか、いう場面で CO2 を排出したりとかですね、いうことがあるんですけれども、で、かつ、排出した CO2 を今度は回収してですね、また別のものを作ったりだとか、または地面の中に埋めちゃうとかですね、そういったものも含めて、すべて、GX というふうに言われますけれども、中でもまあ一番注目を集めているのが、やはり水素ですかね。水素、水素はですね、はい。水素はまあ、燃焼時、まあ、酸化還元反応ですね。この時に二酸化炭素を排出しないというので、その新しいエネルギー源として、まあ、注目を集めているということがあります。というと、水素で何をするわけ？結局今石油でもって自動車走らせてるけども、水素で自動車走らすっていうのが一つありますよね。それから水素を使っていろんな発電とかエネルギーを出すっていうのもこれからいろいろ考えていくんだけど、よく水素社会って言われるんだけど、どういうイメージで考えればいいんですか？化石燃料の、まあ、天然ガスとかですね、これの生成の副産物として水素が出てくることを取り出されることが多いんですけれども、まあ、そうした水素をまずはその再生可能エネルギーによってですね、水を電気分解して水素を、うん、でそうした、でできた水素をですね、今おっしゃったようなそれこそ燃料電池車として使ったりとかですね、水素を製鉄の局面で使ったりとかですね、で加えて例えばアンモニアと合成してですね、そのプラスチックだとか肥料の材料にしたりだとか、またはその水素をメタンにしてですね、都市ガスとして使っちゃおうとかですね、さらにはまあ、ディーゼルガソリンエンジンとしての燃料として使ったりとかですね、まあ、本当にその多様な使い方ができるということですね。ということは、今まで石油がやってたことを水素がで十分できる、そういうふうな社会を作るということですね。はい、なので、そうですね、これまで、石油とかですね、その天然ガスでやってきたようなことをその、まあ、水素で、代替していくということなんですけれども、まあ、課題の一つはやっぱりコストですかね。作るというのは、まあ、いろんな合成法とかも水素からいろんなものを作る、まあ、そもそも水素を作るところもそうですけど、やっぱり、うん、通常の燃料に比べてコストがかかってしまうと。で、そもそも水素作るときに電気使っちゃうじゃんみたいなのもありますもんね。そうですね。で、まあ、そこは再生可能エネルギーでやれば、CO2 も排出しないんじゃないかと、いうこともあるんですけれども、まあ、再生可能エネルギーもですね、まあ、やっぱりまだ不安定な電源ですし、
でかつやっとまあコストも下がってきたとはいえ、まだその化石燃料に比べてもですね、高い状態でもありますので、そうしたところもこれから先の大きな課題になるのかなと思います。でもアンモニアと合わせてですけど、政府が7兆円支援するということですか？はい、この7兆円というのはですね、今後10年間で、まあ、官民合わせての投資額というイメージですね。これは何、水素を作る装置やとかシステムに7兆円かかるということですか？いや、政府が今後10年間でですね、この水素とかアンモニアをその開発するですね、産業にの、まあ、特に、まあ、技術革新のところですね。ここに、この先、まあ、7兆円ぐらい必要だろうというふうに見ているということです。アンモニア一緒にされちゃったんですよね。で、この先、だから、あれですね、7兆円のうち、まあ、ある程度の割合を、その、政府が、などとして、具体的に支援していくと。で、その政府の補助を呼び水としてですね、民間投資も誘発して、まあ、総額で7兆円ぐらいに、まあ、向こう10年間でしていきたいというふうなことです。水素、海外で作って運ぶとか貯蔵するとかいろんなもの必要ですもんね。そうですね、水素はあと取り扱いもすごく難しい質なので、そういう安全対策とかですね、そういうところにもまあ非常にコストもかかってくる。でも逆にね、7兆円で水素のが作ってですね、みんな配るだけのインフラができるんだったら安いんじゃない？そうですね。7兆円だったら。つまり足りないってことですか？本当そんな7兆円ぐらいでそんな水素のインフラができるんですかね？でもここまでもだいぶ投資はしてきてるんじゃないかなとも思うんですけど、どうなんですか？だけど石油のインフラ作るのにものすごい時間とお金かけてるわけじゃないですか。7兆円でどこまでできるのかなっていう気がしますけどもね。あと既存の設備を、はい、まあ確かにその懸念もあると思います。まあ政府はまあおおよその金額の目処としてですね、やっぱり技術開発のところとかで、とか、またはそのインフラ整備とか既存設備の改修にお金を当てたりとか、あとやっぱりサプライチェーンの構築ですね、こういったところに、その投資が必要だとこういうのをもうもろもろ合わせて、まあ、7兆円ぐらいの投資というふうにしてるんですけれども、まあ、金額はともかくとしてですね、まあ、水素ってものすごく厄介じゃないですか、取り扱いが爆発したりだ、それでガソリンだってガソリンステーションあれだけ作る前大変だったと思うんだけど、今水素ステーションうちの近くにもありますけどもね、ほんと少ないんですよ。これみんなガソリンスタンド並みとは言わないけども、水素ステーションを作るだけで本当に7兆円でできるのかねと。しかもそれだけじゃなくて、水素を製造するところとか、海外からいろんな輸入したりするためのこの船とかね、いろんなものが必要になるわけですよね。だからこれ全部やったら相当な事業になると思うんですけどもね。そうですね、まあそういう意味では本当にまだこの向こう10年といってもまだ過渡期ということになるのかなと。 10年後に完全に水素社会に転換しているというよりかは、水素社会へこう転換するための、まあ、準備期間と捉えた方がいいのかなとも思います。なのでやはり既存の設備をガソリンなどの設備を使えるような水素っていうのも出てきていて、その辺は私ちょっと関心を持っています。で、今水素は外せないなと思って伺いましたが、その他にもいろんな分野あるんですけれども、どの辺が注目されている分野でしょうか？政府が投資対象としている主な産業分野、はい、いっぱいありましたが、はい、まあ、他にもですね、例えばその蓄電池に、まあ、7兆円、官民合わせて向こう10年間で7兆円と蓄電池、ね、いうのを出してるんですけど、まあ、その中でやっぱり柱になるのが全固体、今話題ですけれど全固体電池ですね。この全固体電池はすごくイオンの伝導率が高くてですね、
あの重放電速度が従来の電解液を使うリチウムイオン電池よりももう数倍速くなるということで、まあ今まで、リチウムイオン電池でですね、1時間かかってた充電が本当に2、30分になったとかですね、まあ期待されてて、まあここはトヨタ自動車なんかですね、まあ一生懸命開発して取り組んでいるというところですね。で、面白いのが、あと、ペロブスカイト太陽電池というものなんですけれども、これまだあんまり耳慣れない方、多いと思うんですけれども、従来の太陽光発電のパネルってですね、あれ、まあ、めちゃくちゃ重いんですよね。屋根の上に乗ってるやつですか？そうですね。はい。シリコンとかでこう作られているやつなんですけれども、で、そのパネルが壊れないようにですね、その周りをがっちりとこう固める、フレームで固めた部分の重さも加わっちゃって、まあ、ものすごくこう重い設備なんですけれども、このペロブスカイト太陽光電池、太陽電池はですね、これも、まあ、さっき、図の、3というのも見ていただければ、まあ、これで何か分かるというわけではないんですけど、ペロブスカイト構造っていうですね、独特な、まあ、構造を持った物質を使って、それをその、そういう結晶構造の物質を使った太陽電池ということを。なんか、薄くてペラペラですよね。そうなんです、そうなんです。うん、なんか折り曲げたりとかですね、いうことも可能で、あとその、こう塗ってですね、作ることもできたりするんですよね。もう一個その現物の、ペロブスカイト太陽電池の写真も、まあ、できれば見せていただければなと思うんですけれども。塗ってもいいっていうことは、窓ガラスとか壁とかに塗っちゃえば、お家全部が太陽光発電できるものになっちゃう。はいはいはい、あと、そうですね、工場の屋根とかですね、まあ、重い重力に今まで耐えられなかったところもですね、まあ、こういうその薄い、太陽電池を、ね、置ければ、今まで以上にその太陽光発電の発電量が多くできると、あと壁ですよね。その従来の太陽電池、太陽光発電パネルだと、もう壁なんかとても重くて、落下が怖いですね。そんなところに設置できなかったのが、これをこうペタペタと貼っていけばですね、壁も使って発電しちゃうというようなことも今盛んに研究されています。これですね、どんなところが研究してるんですか？ですね、ペロブスカイト太陽電池はですね、今東電と中部電力の合弁会社の火力の合弁会社のジェラっていうところがですね、はい、はい、積水化学工業でと一緒に国内で初めてですね、実証実験に取り組んでいるとおいますし、あとあれですね、立光だとかですね、東芝とかですね、そういったところも開発に取り組んでいる、まあ、そもそもこのペロブスカイト太陽電池はですね、日本の大学の先生が、このペロブスカイト構造を持った物質をですね、太陽電池に、使ってはどうかという。日本初ですね。はい。なので、まあ、日本初の技術でもあって、本当にここは、すごく今、期待が、めちゃくちゃ高い、分野ですね。あと、発電効率ですね。でもそうなると当然外国を狙ってくるだろうから、日本初だけど、気がついたらなんか、みんな外国にやられたなんてことにならないようにしてほしいですね。またですか。また。あと実用化に向けてですよね。そうですね。もうさっきおっしゃったような、発電効率を上げて、を上げるのもそうですけど、あと耐久性とかですね。そういったの試験もまだまだこう繰り返していく必要があるのかなと。ただこれがもし実現できればですね、例えば今戸建てで、屋根に太陽光発電パネルを置いているところもありますけれども、今の住宅よくゼブとかゼッチとかって言われたりするんですけど、もう外部からまあ基本的にその自分のところの屋根なんかで発電してですね、もう外部から基本的にはもう電気を買ってこなくても生活できると、場合によっては発電した電気を売ることもできると、まあそういうふうな家が徐々に普及してるんですけれども、
まあ、こういうそのペロブスカイト太陽電池なんかも実用化すればですね、その、こっちの、もう家の壁とかもですね、その、こういう太陽電池に利用しちゃっても、さらにこう発電効率も上げれば、家庭に使う、電気もですね、外から買ってこなくても、こう、より進むようになるんですね。または災害にも強くなったりとかですね、まあ、停電とかの、備えにもなったりとかですね。まあ、本当に、いろんな意味で、まあ、すごく期待されてるっていう。うん、ね、今、また日本が負けちゃうとっていうお話ありましたけど、うん、この GX 関連でいうと、世界的に見て日本の競争力っていうのはどのあたりなんですか？うん、はい、まあ、ここはですね、もうまさに今、グローバルに、まあ、用意ドンという、まあ、合法がですね、まあ、なったところなのかなと思います。うん、まあ、本当に、それこそ EV とかですね、半導体とか、そういった分野では、あと家電製品とかですね、もうそういった分野ではもう中国とかですね、まあ台湾のメーカーが、もう世界を、席巻今してますけれども、この GX はですね、もう非常に、もう分野も幅広くて、なんて言うんでしょう、本当にあらゆる産業に関わってくることなので、その産業の幅広さとかですね、その技術の深みだとか、そういったところではまあ日本で、まだまだかなりこう優位性があるのかなと思うんです。まあ、特に例えばその素材産業とかですね、まあ、半導体の製造装置なんかそうですけれども、まあ、機械なんかの産業もですね、まだまだグローバルな日本メーカーという優位性があって、加えて、エネルギー企業、まあ、商社なんか典型ですけれども、グローバルにも存在感があるということで、まあ、本当に GX に取り組むというのは、まあ、日本の産業の特徴をこれからより発揮していく上でも、この GX に取り組まないといけないというか、逆に遅れるとですね、本当にこう、まあ、産業が本当に総崩れになっちゃうような、恐れもあるので、まあ、やっていかざるを得ないところがあるのかなと思います。世界を見るとですね、こういうふうな先端産業とか、主要産業だと、政府が乗り出してきて、さまざまな補助金であるとか、種子だとかっていう、まあ、昔はそういうことしちゃいけないよ、みたいな話だったけど、今はみんな大っぴらにやってますよね。そうすると、日本もいよいよ、これだけの新しい時代の新しい技術に政府が後押しをするということになると思うんですけども、この総額10年間で150兆円ぐらいかかる中で、大体どれぐらい政府が後押しするんですかね。ざっくり言って。はい、このつい、6月にですね、その GX 推進法案というのが成立して、はい、この法案の中で盛り込まれたんですけれども、今後向こう10年間でですね、5月ですね、GX 推進法案が設定したのが、向こう10年間でですね、GX 経済移行債という債券をですね、うん、総額で20兆円程度発行するということが決まりました。まあ、新しいその債券を発行して、その20兆円を、まあ、向こう10年間で調達して、で、それを、その150兆円の中の、まあ、民間投資の呼び水としてこう使おうと。いう狙いですね。まあ、今年度もですね、もうすでに1兆6000億円ぐらいですかね、発行することを決めて、やっているということです。これいわゆる国債ですよね。つなぎ国債と言われてますけど、それもですね、まあ、ちょっと難しいんですけど、まあ、トランジションボンドというですね、これをその GX のために使うんだと。こういう条件を投資家に示してですね、お金を調達するという形態の債券になるということで、使い道を限定した債券。そうですね。でも後でこれ確か電気料金に上乗せして、その付加金でもってこの国債の財源を埋めるっていうふうに西村さんが説明してますよね。あ、そうですね。そうですね。確かに20兆円調達してもですね、債券なんて返していけないということなので、
その財源としてですね、まあ、この法律でも盛り込まれたのはですね、化石燃料賦課金という、まあ、その一つが、まあ、化石燃料賦課金というものですね。これは2028年度から始まるんですけれども、うん、外国からこう輸入してくるですね、化石燃料を輸入してくる、その輸入事業者に対してですね、輸入するその化石燃料が排出する二酸化炭素の量に応じてですね、賦課金というのを課すという導入されることが決まりました。で、まあ、輸入事業者に対してその賦課金を課すんですけれども、まあ、当然その賦課金はですね、そこから、どんどん、石油にですね、価格転嫁されていくので、まあ、例えば、それが電気料金の価格として現れたりとかですね、何か別の製品の価格の上昇として現れたりとか、いうことだったかなというふうに思います。石油、石炭から、まあ、税金取ってグリーンの方に振り向けるっていうようなことなんでしょうけど、まあ、私たちにもちょっとね、まあ、結局はそこで払ってるわけですから、ね、ことになりますね。まあ、一応政府としてはですね、石油石炭税というのも課されてるんですけれども、はい、これが税収がピークアウトしてですね、このピークアウトするして、これから先その石油石炭税収で、その減った分の枠内でアルファ金をしていくんだみたいな話ですけれど、まあ、いずれにしろ、本来もっと安く使えるはずのそのものがですね、付加金分は、まあ、上乗せされるということは、まあ、一国全体の経済としても、まあ、その分は、まあ、コストというか、うん、ただ、ちょっと気になるのは、この頃新聞でですね、原発の再稼働には、まあ、もちろん原発がこの GX の中に、まあ、もう盛り込まれたわけですね。もう潜り込んでますよね。そう。それで再稼働を推進していくと。それで西村さんによると、今10基だったのをもう7基増やし、さらにもう10基増やし、27基にするんだと。それで、そういうふうな新たな再稼働をする原発の、まあ、言ってみれば、この再稼働するためには安全対策をしなきゃならないと。その分を政府応援しますよって言ってるわけで、まあ、結局、まあ、ある意味で原発再稼働のにも使われるということですね。そうですね。まあ、結局、原発もですね、この GX の中に含まれてしまうということになっています。で、この次世代のですね、原発の技術開発も今政府取り組もうとしているんですけれども、まあ、そういうのもこう次世代革新論と言われるんですけど、ここの、まあ、お金なんかもですね、まあ、その150兆円の開発費用なんかも、その150、まあ、当然入ってくることに。何兆円なんですかね、この水素で7兆円、蓄電池で7兆円、原発はどれぐらいいくんですかね。政府の資料だとですね、高温ガス炉とか、高速炉の開発とかにですね、今後10年から1兆円の投資という。はい、まあ、ただいずれにしろ原発ももう GX の枠が、はい、入っちゃってるっていうことですね。まあ、この司令塔がどんなふうに舵を取っていくのか、ね、ちょっとまだ見えない感じはあるかもしれませんけれども、うん、その他にも今回は第2部もあって34兆円と大きなお金が動くことになっている自動車分野などもあります。うん、もう GX も様々ありそうですよね。そうですね。まあ、いずれにしろ、まあ、グローバルな環境の変化を踏まえればですね、まあ、この先、そういう脱炭素へですね、まあ、脱炭素が本当に、まあ、その、どう言ったらいいんでしょう。まあ、排出する二酸化炭素がですね、その温暖化につながってるのか、まあ、地球温暖化もいろんな説がありますよね。うん、まあ、そこもは、まあ、本当にまあちょっとわからないところもまあ正直あるんですけれども、もう今のグローバルな世界の動きを見ればですね、もうそういう脱炭素へ大きくシフトしていくのは、まあ、ほぼ間違いないと。まあ、例えば過去ですね、公害、日本でも公害にいろいろ苦しんでたわけですけれども、まあ、いろんな環境規制とかを導入してですね、そういう、こう、公害とかをこう、なくして、
たようなことが過去あると考えればですね、そうした、まあ、この先、そういう CO2 をですね、排出し続けるような産業とか、技術とかですね、まあ、そういったのは、かなりこう生き残っていくことが、きつくなることも、まあ、十分考えられるんですよね。まあ、その将来の変化を見据えたときにですね、まあ、向こう10年間はもうどういう社会になっているか、まあ、私もまだ全然想像もつかないような状況なんですけれども、そこにこう、まあ、それとも乗り遅れてしまうとですね、まあ、非常に日本の経済としてもまあ厳しい状況になるかなと思いますし、で加えて、まあ、今ロシアのウクライナ侵攻なんかもありますけれども、エネルギーの調達なんかの面を考えてもやっぱり厳しくなってしまいますし、なので加えて、あれですね、その次の技術開発に向けてですね、まあ、これだけまとまったお金が、まあ、動こうとしているというところが示すですね、変化は、やっぱり、しっかりと、見ていく必要があるかなというふうに思います。うん、そこで水素なんですけどもね、日本は相当水素に入れ込んでるし、自動車会社も EV の前に一生懸命燃料電池車やってましたよね。そうすると、どうなんですか、世界の流れは水素なんですか、それとも日本がかなり突出してるんですかね。だから下手すると、そんなこと言ってもそうじゃないよっていうことになると大変なそのこけてしまうっていうか、この辺はどうなんでしょうか。あの EV で、あの自動車見てるとどうも水素後回しになってる、だけどやっぱり本命は日本は水素だと考えて、これは世界の趨勢なんですかね、どうなんでしょう。まあ、この先ですね。まあ、ちょっと本当に、まあ、私、そこまであの自動車業界詳しくないんですけども、うんうん、用途によってですね、資源を、まあ、特に自動車に、ね、まあ、使い分けるというようなことにもなるのかなと思います。やっぱり、例えばその大型トラックなんかはですね、その電池で動かそうと思っても、やっぱり難しいところはありますので、まあ、そういったところは、本当にのパワーのあるですね、水素にしたりだとかですね、いうこともまあ考えられるかなと思いますし、まあ、その中で、その水素自動車、EV ではなくてですね、水素自動車の場合ですね、そのエンジンの技術がですね、あのそのまま、生かすこともできるんですね。来年間の水素ね。はい。なので、そういう意味では、まあ、エンジン技術が、まあ、日本も、すごく、その長はありますし、まあ、そうですね。まあ、そういう、そのモビリティ、移動体の種類によって、いろいろ使い分けていくと、いうことになるのかなと思います。あと、やっぱり、日本はその EV 化で出遅れましたけれども、この先やっぱり EV でも問われるのがなんか品質なのかなと思います。EV もですね、まだ出始めたばかりで、まあ、中国メーカーの躍進なんかすごく話題になりますけれども、じゃあ今売ってる EV がですね、果たして、じゃあこの先5年、10年と使い続けられるものなのかどうかっていうのもですね、これからだんだん分かってくることだと思いますので、そういう時に本当にその使い勝手のいいですね、EV をまあ世に出せるかどうかとか、そういったところがまあこれからかなり明暗を分けるのかなというふうに思います。乗用車はやはり水素じゃなくて EV の方に行っちゃった感じがありますよね、うんうん、でもこれからの発電とか、うん、CO2 を排出するのが一番多い鉄鋼とか、だから一番に出てる水素アンモニアを使った社会が、うん、行くのかどうかっていうところですよね、今度のね、はい、あと発電ですかね、うん、はい、まあ、夢のある話ですよね、なかなかね、うん、そうですね。さて岩崎さん、脱炭素 GX 見てまいりましたけれどもいかがでしょうか。ね、いろいろちょっと本当にそうなるのかっていうところがあるかもしれないですけれどもあとまあ原発の話とかね、いろんなもうあれもこれも盛り込んでいる、ごったりみたいなところはあるんですけれども、まあなんかまだまだ成長しそうなところはあるにはあるんでですね、うん、一つ一つ見ていきたいなというふうに思います。はい、
その辺も皆さんじっくりご覧いただければと思います。エコノミストでは8月1日号、脱炭素で日本が変わる GX150兆円という特集をしています。桐山さん、ありがとうございました。ありがとうございました。